いっすよね。道ついてました？順調でした？順調です。ただちょっと焼き焼けで眠くて2回ぐらい消費して死にそうだったんです、ちょっと。大さん、お忙しいところお疲れ様でした、ありがとうございます、はい、またまた、はい、次はセカンドの LC ですけど。LC いいですね、じゃあお気をつけて、はい、じゃ ありがとうございます、はい、ツインターボ、BBSLMR。 知り合いが今マスパーレス、おう、オーダーオーダー入れてます、あの受付してます、お疲れ様です、お疲れ様です。どこのどこの方、横浜でね、あのタイヤホイールギアートさん、えギアート、そう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 、来てます来てます、うん、やってます、特注のね、あの 10.5J の、はい、セキュリティやってもらった方なんですか、私のバイパー。俺自分のフルで入れちゃったんで、結構値段多分30万ぐらい、40万ぐらい、そう、30万ぐらい、そうそう、あの車買えちゃうんですか、買えちゃうんです、セリショー買えちゃうんです。腕がいい、あの方なんで乗り換えようかななんて。え、何何？三三五のツインターボ。おお。カブリオレに。あ、やっぱりオープンなんです。ちょっと今接触してるんですけど。ないですか？今。まだないですね。すごいっすよ。湘南ナンバーにオープンカーと。これこんなに低くてめちゃくちゃ乗り心地いいんですよ。あ、そうですか。乗せてもらったら、あのカーベットですね。カーベット。いいサスペンションだからやっぱ全然こんな低いのに。めちゃめちゃ低いっすよ、快適なんですよ。のいいっすよね、乗り心地いいっすよね、絶対ね。ノーマル結構硬いっすもんね、めちゃくちゃいいんですよ、これ。これでセリショ用があればいいんですけど、ないないみたいですね。KW って書いてパーベット。あ、そうですか。乗り換えですね、清水さん。まだまだ馬が出てくればいいのはないとね、ダメですよね。あ、そんな